正丸峠は埼玉県飯能市と同県秩父郡横瀬町の境界にある峠。標高636メートル。秩父、奥武蔵にある峠の一つである。江戸時代、江戸と秩父と結ぶ道の一つとして、秩父札所巡礼などに用いられた正丸峠は、現在の旧正丸峠である。かつては峠道が国道299号であったが、1982年3月の正丸トンネル供用開始とともに、国道はトンネルに変更された。西武鉄道西武秩父線も、正丸駅芦ヶ久保駅間の正丸トンネルで、この峠近傍の地下を通過している。峠道は、現在も通年通行可能であり完全舗装されているが、一部狭いところがあり、やや路面が荒れている。センターラインとキャッツアイが設置されている箇所もあり、狭いカーブや路面状況が著しく悪い場合、軽自動車でもこれらをまたがないと通れない部分もある。冬季はこれに、積雪等による路面凍結も加わる。東側は国道299号、正丸トンネル正丸川出口、西側は県道53号青梅秩父線に接続する。峠からは奥武蔵の山々を望むことができ、茶店も存在する。峠より西の様子1980年代後半から90年代後半にかけて横瀬川が二輪のローリング族のメッカとされ、事故も多発した。現在でも横瀬川のガードレールなどには、当時のローリング族の名前やステッカーが数多く残され、当時の面影が忍ばれる。漫画作品、頭文字 D では、登場人物の一人である秋山渉のホームコースとして登場し、ゲーム版、頭文字 D アーケードステージバージョン3及び、頭文字 D スペシャルステージにも収録された。峠の茶店では、同作品にちなんだステッカーが数種類、販売されている。深夜の峠道は、数年にわたり、アライグマや鹿など、比較的大型の野生動物が頻繁に路上を行き来している。なお、本峠から北東へ約 1km のところに、旧正丸峠があり、江戸から秩父に至る道の一つである、阿賀野通りを継承する登山道が存在している。正丸トンネルは、峠付近に設けられたトンネルである。国道及び鉄道用のものが数百メートル離れた位置におおむね並行して設置されている。1982年3月に供用を開始した全長1918メートルの道路用トンネルである。トンネルの両端には旧道へ分岐する信号付きの交差点がある。なお、横瀬側には開通記念碑がある。冬季は路面に積雪する日もあり、気温が低い日は凍結していることがある。また、トンネルを境にして天気が大きく異なることがあり、例えば、飯能側では降雨であっても、横瀬側では降雪している場合がある。夏季は気温が比較的高く、雷雨となる場合もある。1969年1月29日に供用を開始した全長4811メートルの鉄道用トンネルである。単線だが、トンネル内に複線区間が459メートルあり、正丸トンネル信号場が設置されている。1967年7月19日に着工、1969年1月29日に貫通し、同年5月31日に完成した。建設費は約80億円であった。また、1975年11月23日に、近畿日本鉄道大阪線の新青山トンネルが開通するまでは、日本の私鉄で最長の山岳トンネルであったで、全長11353メートル。正丸トンネルに関するカテゴリー。ありがとうございます。